99ののセクハラでで混乱した街の信頼回復へ選挙戦がスタートです岐阜県岐南町の町長選に立候補したのは、届け出順に前町議の後藤幸さんと、元町総務部長の朝倉修一さんの2人です女性や若者が年齢や性別で差別されることない、新しい社会へ変えていきたいと思っています。 私が今まで経験してきた行政の経験44年間の経験が私にありますもうそれに尽きると思います職員へのハラスメント行為を認定された前町長が辞職したことによる注目の選挙は今週末の14日投開票で明日からは期日前投票も行われます